オーメンズイレブンゲームチャンネル。はいどうもー。はいどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。はい、本日は、はい、この動画がアップされるのが、2016年の12月31日の朝で、はい、ございます、はい、あっという間ですね。早かったですね。あっという間の1年が本当に早かった。本当に早かったよ。いやいや、だってつい最近その1年年末動画、年始動画やって、うん、すぐ何ですか、白猫を振り返っていくようにか行く感じだと、うん、そのまあ正月ガチャやって、うん、黒猫ああそうだね、黒猫とかやって、あとなんだ夏のまあまあグリコノマノアネモノアネモチャグマとかってチャグマとかかとかやってる。夏やって、早いよね。早い。夏、まあ夏、うん、そうだね、うん、秋冬年末まあまあ早かったですよ。そうですね。もうね、うん、まあ去年の、僕たちの動画、年末動画の時には500人は行ってないんですよね。行ってない、行ってない。チャンネル登録者数が、そうでした、500人行ってないで、うん、で500人を目標に、うん、まあ年末頑張ってたんです。ほんと490ぐらいだったかな。そうそうそう、うん、でもそうだ、ね、1年でだいぶ増えましたから ね、 ね、そうですね、ありがたいペースがだいぶ3倍になりましたからね。500人だったのが2000人今年無事到達することができましたので、まあね、その前から見てた人もね、まだね、見続けてくれてる人は結構いると思うんですよね。はい、そうですね、はい、なんでね、皆さんのおかげでなんとか続けてきてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、というな、いうような感じの、はい、年末の振り返り動画ですけれども、はいはい、まあ、内容としてはどういう感じですか今日の。ですね、まあ、雑談しながら、そう、雑談しながら、まあ、あのそれぞれの、なんだろう、そうだね、オカルトランキングかな、うん、まあまあランキングをつけていきながら、そうそう、個人、だから大明さんだったら大明さんが自分のオカルトのベスト3を、そうね、それぞれね、クラウさんのと僕のと言っていくっていう感じですね。皆さんもね、知らない、最近の人ももちろん知らない動画がまあ、あると思うんでね、それをもしかよければね、振り返って見てもらえばいいかなという、あの僕たちの作戦ですね。はい、そうですね。一応さ、はい、まあなんだろう、この1年間でやったゲームあるじゃないですか。ただ今やらなくなってしまったゲーム、はい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 、やってはいたものの、多分ね、黒猫のウィズマやってるじゃん、うん、あ、うん、で、あとドラゴンプロジェクト、うん、まあ、3人ともやって、うん、今クロさんは続けてます。あ、実は再開してます。実はやってます、はい、あとグリムノーツグリムノーツは僕たちやって僕もやってたけど、僕はちょっと早めに途中でやめてね。おめえさんのは、うん、いや気をさ途中しばらくにあと、まあ星のドラゴンクエスト、うん、はい、で消えたゲームが、で僕としてはね、こっそりサウストやってました、ね、あ、そう、サウストやってた。ワンピースやってた。ワンピースやってた。そう、ワンピースもやってた。超時間取られてた。くそ、そうだよね、俺サウストでね、睡眠時間超削った集会が大変って言ってましたよね。そう、はい、 でもあと白猫テニス、あ、テニスですね、はい、で、あと白猫プロジェクトだから、あれはダビスタ、ダビスタもやってるわ、うん、あー、すごい、結構やってんじゃん。やった、ね、8個のゲームやったんだよ。で、生き残ってるのが白猫テニス、白猫プロジェクト、一応ドラップロドラップドラップロ、あと星のドラゴンクエストあ、星ドラは続けてんだもんね。4つ生き残りました、はい、で、まあ、うん、ね、やめてしまったゲームでもオカルトって結構やってましたからね、うん、あ、そうだね、それがね、なんか、うん、もったいないよね。もったいない、オカルト動画ね、そうそう、結構頑張ってる動画もあるから ね、まあ、ありますね。今回だから、その僕たちが、やったオカルトの動画を一応白猫プロジェクトと白猫テニスのものだけを一応数えて、ね、まあ、数えてというか、まあ、ピックアップして最後に、ね、エンドロールで流すのは言っちゃっていいのかな。そうですね、ベスト1だけ、はい、その映像を軽く流しよう、そうですね、流そうかなと思ってます、はいはい、で、なのでベスト3のベスト3、2に関しては、はい、こう、まあ、スクショをポンと貼るような感じ、はい、そうですね、自分で、ね、勝手に調べてください。勝手に見てください。興味がございましたら、はい、一応ね、あの概要欄にリンクは貼るつもりですので、あ、はいはい、そちらを見てください、はい、というわけで、じゃあまず僕から、ベスト3で、まず3位、はい、第3位、はい、なんだ、第3位、僕といえば、はい、あのやっぱり替え歌オカルト、あ、そうですね、ほぼほぼ、ね、まあ、新しくイベントが来た時は、
大体替え歌オカルトを一発目にやるっていうのが、うん、途中からね、うん、そうだね、出来上がっていきまして、その流れが、はいはい、で、まあ、引きとは関係なくですね、なんか印象に残ってるのは、はい、最近のクリスマスの曲、はい、クリスマスの時にチキンライスを歌ってガチャを引いてみたっていう、あ、はい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 、ありましたね、ありまして、それ何狙いの時だ、それティナティナ、あー、そっかそっかそっか、でね、今までで歌詞がなんか一番マッチしたなと思ったんですよ、あれ、あ、映像と、もともだいたい僕の替え歌って、もともとの歌詞原曲を少し文字をひねって、はい、白猫に当てはめるんですけど、あー、そうだね、そうそう、あの映像がまたマッチしてて、そう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 、よかったよかった、あれ面白かった、よかった、俺もそうだね、よかった、なんだっけ、レイラとレイラとティナ、ティナの胸、全員の胸のことを話してる、そうそう、歌ってる動画なんですけど、そう、 おっぱいソングですね、そうそう、おっぱいソングで、なおかつ元々のその原曲も原曲も でかいなって、そう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 、七面鳥に関してでかいなっていうのが、うん、そこおっぱいに全部当てて、そうだね、アマッチしてた、そうそうそう、それがねすごい良かったなと思って、まあ、結果は伴わなかったんだけどね、うん、それがまず3位、あ、3位ですね、で、2位は、まだ歌オカルトとかあんまりやってない時に、僕といえば暴走モードっていう、あ、ありましたね、エヴァンゲリオンの暴走モードをそのまんまパクって使ってたのがあったんですけど、はいはい、それもね編集結構頑張ってて、それもエヴァンゲリオンから全部引っ張ってきて、3回僕暴走してるんですよ今まで、はい、3回暴走してます、もう3回暴走してて、暴走モード初号してて、それの2番目に暴走した、はい、ね、ルーレットを作ってだっけな、ガリシが作ってくれたルーレットで、はいはいはい、引く回数を決めて、うん、で僕が引いていくっていうような感じのオカルトだったんですけど、それ僕は途中で暴走して、はい、結局ネモが出るんですよ、はい、でその時のね編集が一番頑張ってたので、どう、まあまあね、暴走の中で思い入れもありますね、そうですよね、はい、それがね第2位かな、うん、はいはい、っていうところですね、はい、で1位はまあ最後に発表、うん、1位は3人まとめて、ね、また別に発表します、はい、ね、はいはい、じゃあ黒さんね、はい、黒さん、私はですね、はい、いつもよく言ってるんですけど、3位は、はい、あのパルメザンチーズを使って、あー、はい、あのシーザーサラダを作ったんですよ、はいはい、それでパルメ狙いでガチャをオカルトしたんですけど、はい、そうですね、それはもうパルメが22年で出たんですけど、そうなんですよ、私検定いつもなかなか来ないんですけれど、うん、それで来てくれたので思い出があるのと、うん、あと皆さんが試してくれて、うん、そう、割と黒さんのはね出てくれたんでね、そう、黒さんのは、オカルトでいいところでやっぱみんな試しやすい、うん、もう気軽にそう食べたりするので、うん、僕も私も出ましたっていうのがあるから、うん、なかなか嬉しいですね、こっちで、そうなんですよ ね、ご報告いただける、うん、スーパーに行けばね、そうそう、できるオカルトなんで、はい、大抵であります、はい、で2位はですね、はい、また食べるオカルトなんですけど、はいはい、探偵フランの時にラフランスを食べて、はいはいはい、うん、はい、それで、はい、フランを17年で、ね、のね、そう、あのラストの一番最後でね、持ちジュエルのマックスが17連分でってことですよね、でも、もう、うん、諦めてて、もう次に取っとこうと思ったんですけど、オーメンさんがヒケヒケ、そうそう、ね、そこまあまあそこまで引いちゃったらね、そうそうそう、もうこれ空気悪くなる流れだろうなと思った最後の一発で、そうそう、探偵フランが一発でね、そうなんですよ、まあ、ただあとね去年もね、そうなんです、その今年の動画じゃなくて去年の動画でもラフランスで、うん、フランが来てるからね、うん、クリスマスフランが、うん、それがね思い出に残ってますね、そうだね、うん、はい、それはあるな、それはある、懐かしい、うん、が2位だね、うん、でベスト1に関してはまた動画で流しますので、はい、はい、じゃあね続きまして僕ですけど、ね、うん、一番好きというかその動画の雰囲気というか全体で好きなのが、まあ3位なんですけど、一番好きなのは僕はね、あのカイトを出した回、ハンター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 の時、それがね僕はね映像と、あの僕がコスプレしたんですよカイトの、あと、アニメのハンターハンターのアニメをとリンクさせて、うん、あの僕がスキルを打って、それからアニメ、サイレントワルツね、そうそう、サイレントワルツ、うん、そこからアニメにキュッと切り替わってまたキュッとこっちに戻ってきてガチを引くっていうのをやったんですけど、それがねあの好きなんですよ僕、うん、見た目が、うんうん、なんでねこれをサインとさせていただきました、
見事に出たしね。そう出て、そうだ、そう。その、うん、キャラの回答とガリシーの回答を並べてね、そうそうそう、言えてる。そうあれ確かに俺も覚えてる。あれそう、あやっぱアニメのね映像をつくのもね、なかなか好きなんですよ僕は、個人的として、個人的として、個人的としてね。ね。じゃあね、それでそれが3位ですね。で2位はライブ配信、ハロウィンライブを今年初めてというか仮装してやりましたね。でコラボコラに、黒さんミゼリコルで、そうですね。で僕夏レイブンから、そうそうそう、やりましたやりました。そのねライブ配信自体もね僕はすごい楽しくて、うん、楽しかったですね。終わったんですけど、ね、テニスのガチャで、白猫テニス、白猫テニスで、うん、ちょうどハロウィンなんでね、で水リコルデがもともと欲しくて、うん、でも持ってたのはチケットはもうちょっとあったのかな、でも5回で単発5回以内に出しますっつって、うん、断言して水リコルデが出たっていうのはね、俺はまあオカルトとしてはあれなんだけど、うん、まあ、ハロウィン当日に、当日じゃないか、何日か前かな、 2日3日前ぐらいの配信なんだけど、うん、まあ、ハロウィン配信で水リコルデがこの持ちジュエルでチケットで出たっていうのは結構ね衝撃で、うんうん、僕の中ではすごい濃く残ってるんですよ。それがね、3位ではなく2位です。2位、はい、うん、そうでしょ。2位だね。そしてベスト1は、あ、気になるね。あ、ベスト1いきますか。あ、僕からベスト1言っちゃっていいと思う。あ、言わなくていいよ、言わなくていい。それはもう映像で流すから最後に、もうそしたら来年の抱負です。はい、来年の抱負、僕らの来年の抱負。ああ、もう来年の抱負。そうそう、で最後に、最後その後に流すのね、うん、最終的に流すの、そうそう、最後に流し、うん、打ち合わせできてねえから。あ、それ、あと、そうそう、言ってたよね、さっき言ってたよね。最後に、ね、はい、僕とクロさんとガリシーが選んだベスト1の動画と3人が選ぶ今年のベスト1の動画をちょっとだけばダイジェストとして流してお別れみたいな感じにしてます、うん、する予定です。はい、で、来年の抱負、はい、来年の抱負、あ、僕ですか。来年、みんなでいいですけど、あ、まあまあ、撮影しながらね。そう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 、いやー、まあ、ね、やっぱりどうしてもチャンネル登録者数っていうところに行っちゃうんですけど、そうなんだ、ね、そこね、目指すとね、結構辛い。そうだね、もう嫌になっちゃう気がするんだよね。うん、もう無理やりでも増やさないとっていう感じになっちゃうから、う、ね、もうここのところね、うん、無理やり感があって、うん、多少ライブ配信もしたとこもありましたけど、まあまあそれでね、チャンネル登録者が増えてるのも現実あるんで、だからやってしまうっていうのもあるんでしょうけど、まあ楽しいっていうのもあるけどね、当然、まあ、はいはい、まあそこをまあね、どれだけ意識するか、まあそんなに、まあ、今ちょっとなんだろう、年末だったからちょっとその調整というかね、頑張っていかないとっていう目標に、そうそうそう、2000人が目標だったんでいかないとっていうのがあったから、ちょっとね畳みかけるような感じでやってたっていう感じもあったんですけど、うん、まあ今回、今後どうなんですかね、ライブ配信に関しては。ちょっと減るんじゃないですかね、さすがに。ああ、はい、まあそうだ ね、この12月のペースはねできない、うん、うん、そうだね、毎日はなかなかいつもね、そう、通知が来て毎日はさすがに大変だと思う。さすがにできないかもしれない、うん、って言いながらやってる自分が見えるけど、集会とかね、あるとね、やった方がね、まあ、ね、まあ言ってもやっぱりチャンネル登録者数が目標としてはやっぱり一番でかいじゃないですか、うん、目に見えて分かりますもんね、うん、そうそう、今年1年で1500人増えたんですよ。だからすごい、今年1年で1500人増えたって500人からでしょ。そうそうそう、だ 3倍でしょ。だからここから3倍しないといけないんですよ。6000人、6000人ですよね。そうですよ、3倍しないといけないんですよ。行ったらすごいね、うん、6000人、そうだよね、行かないといけないですよね。まあその頃にはね、同期の他の方たちはね、もっと行っちゃってますから、ね、10万人ぐらい行ってんじゃないですか。そう、もっと行っちゃってますから、結局ね、追い越せないんですよ。追い越せないね。そう、そう、追いつけないんで、うん、まあ僕たちのペースで行ったら6000も厳しいぜ。厳しいね。4000くらいだってもう、ほんと1日、うん、1人とかしか伸びない日なんて見えてるから ね、うん、そうなんだ。むしろ減ることだって全然見えてるよ。そう、現状維持でいいんじゃない。ね、現状維持でも2500人3000人とかでいいような感じするもん、うん、今2100ちょいとかだもんね。じゃあ3000人いったらすごいね。3000人、まあね、まあ、去年と同じペースだったら、まあ1500人ぐらい増えるってことですよね。そうだね、すごいね。明日3500人でしょ。だったら5000人は行きたいね。そうだね。
とりあえず5000人じゃない？5000人気になるところで。そうだね、うん、じゃあ5000かな、うん、5000行けばまたあのなんかプレゼント企画みたいなこともやりやすいよね。そうだね、あそうだね、うん、ただ僕たちがやってる動画っていうのは白猫プロジェクト白猫テニスがほぼ9割型なんで、そこでどうやってこれからもう、ね、ね、見てくれる人を増やすかっていうのがなかなか難しいところですよね。続けてる、今まで続けてきてるから YouTube とか見てる人はね、僕たちのことを、ね、知ってる方結構いると思うんですよ。あのチャンネル登録してない人で、はい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 、またこのお面かっつ、またこいつか、どうやってこう僕たちをこう受け入れてもらえるかっていうのを課題にしていかないといけないんですけどね。なんかいい案ないですかね。まあそれかあと新しいゲームでハマれるものがあればね。そうですね、みんなでまたワイワイできるようなのがあったら、それをね、去年は試みてるけども、うん、やめてしまうっていう。そう、まあそうだね、続かない、単純に大変だし、うん、面白くなくて続かないっていうのも、うん、もう一番の理由でもあるだろうし、うん、まああとテニスが忙しいっていうのが一番の理由ですね。テニスだね、テニスだからもう、そうそう、破滅の日々が。テニスがデイリーが、まあ、やんなきゃいいだけなんだけど、ね、テニスのデイリーの10勝とかを。テニスも、うん、今後の1年でまたテニスとかがどう変わっていくかがすごい楽しみだもん。めちゃくちゃになるのか、めちゃくちゃどれだけテニスじゃなくなるのかね。そうだね、いやーまあそうでしょうね。あの狭いコートの中でもう今でさえ結構はちゃめちゃになりますから、 あれはあれで僕はね好きなんですよ。あのめちゃめちゃな感じで、あソフィー4人でこう避けながらやってるみたいな、 あれはあれで僕は好きです。式神みたいにさ、うん、でね、来てそいつが打ち返してくれるとかさ、ありえるよね。ありえるでしょ。最後の最後はそうなるよね。だからね、あの一コートに8人いるってこと、そうそうそう、4人4人で8人ってことあるかもしれない。ボール見えないね。全然あるっしょ。そうあるね。怖い。そう、なんかそういう話をなんか、うん、どんなスキルか、どんな SS が今後出てくるかっていうね話とかも面白いと思うんだよね。そうだね。ボディチェンジとかありそうとか。うん、ボディチェンジ、金魚特選大会、ドラゴンボールコラボじゃないですか。見てみたい。想像するだけで楽しい。そうだね。時止めたりする。確かに、うん。時止めるのあるね。時藤三郎。時止めたね。すごい。スキル使ったね。すごいね。やっぱありえるね。今時止まったでしょ。時ともいる SS 持ってんね、彼氏ね。怖い怖い怖い。びっくりした、今止まっちゃったから。いやー気をつけなきゃ。まさか今すぐ使えた。オートスキルでもともと時ともいるスキルあんのにギアスキルも手に入れたね。使いたい方だよね。危ない危ないということで、まあ一応5000人目標で、はいはい、まあ今までと変わらずね、うんうん、楽しんでいけたらいいなと思って。そうだね、うん、変えられるところは変えて。そうだね、うん、はい。ペースも変わんないだろうね。そうだね、ゲーム配信ペースも変わんないな。はいはい。まあもうガチャが来てガチャ引いて、まあなんかやっぱり僕たちのって一人ずつ出していくんで、あの性能動画とかそういうのがね、なかなかねネタバレになっちゃうから出せないんですよね。まあ性能動画も厳しい厳しい。まあ他にね出す人、役目の人がいるんで、僕らはもうずっと変わらずガチャバラエティー。そうですね、ワイワイ。そうですね。でたまにあのオメイさんがオーガソロやるんで。またねオーガ新規が来るんで、あの来てんのかな。でオーガソロをやってくれると思うんで、はい。大好きだね。たまに取れたらやります。はい、オーガソロ関係は。はい。辛いんだよあれマジで。はい、また止めたね。はい。はい、じゃあ今日20分か。おお。喋るね。いやね、喋るね。しましょう。じゃあ、 あのこの後にですね、僕らが選んだ、それぞれのベスト1の、はいはい、ガチャ動画ですね。そうですね、ガチャ動画と、3人が選ぶ今年のベスト1の動画を軽く見ながら、はい、今年の年末はそうですね、はい、終了となります、はい、皆さんもねこの後の、ね、正月ガチャ、そうですね、大金、大金どれだけジュエルみんな持ってるのか。そうですね、これでまさか正月ガチャが来ないとかね。そういうオチ待ってたり。正月に来ない。撮影日がこれ12月25日なんです。早い早い早いぞ。いやいやいや、会える時間がないからね。そうなんですよね。ということで、はいはい、
締めましょう。はい、ではですね、今年目標達成できたのはですね、皆様のおかげ。そうですね。ですので、また来年もどうかこんな私ども温かく見守っていただければ嬉しいです。はい、よく言いましたね。はい今年もお世話になりました。あ、なりました。はい、来年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では良いお年を。良いお年を。バイバイ。僕は何回だって何十回だってビビと抱き合って手を繋いでキスをして。でも来るよ最後ほら。えっ、ふざけんなよ。すごい、すごい、バックナンバーすごい。ビビ来たらすごいね。あれなんだっけ、あいつが来るよ。これほんとすねるぜ。え、来た来た、マジで来た。黒さんが帰ってまいりました。はい、ただいまー。はい、元気です。元気。元気ですよ。非常に元気です。久しぶりですね。すいませんでした。これで、うん、出なかったってこと。そう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 。これやばいですね。明日僕たちニュースに載ります、ね。だから今回のオカルトは、はい、コスプレですね。そうです。はい、ポンちゃんの、お、ポンちゃんです。ポンちゃんのコスプレを、はい、ポンちゃんのポンチョを作ったんです。ポンちゃんですね。ポンちゃんのポンチョを作り、着て、うん、で、あと、マニュキア。そうですね。ネイルですね。そうですね。やって、ガチャを引いたら。はい。よっ、あ、来た！うわぁ！お、すごい！やった！本当に一発！一発つもう！それではね、今日はね、はい。ロケですね。ロケですね。久しぶり。久しぶり。テンション上がりますね。テンション上がります。ドライブシャルじゃないですよ。これはね、昭和シャル石油ですね、今日来たのは。あー、なるほど。はい。ドライブシャル洗車をしつつ、はい、ガチャを引いたら、シャルロットは出るんではないかという、前代未聞の、今世紀初の動画を、我々は見せたいと思います。はい、来たい。シャルロットは出る。おお、編集者が来た。いやー、いいね。いいじゃないですか、手段を。いやいやいや、でもね、いいっすわ。シャル。こんだけ。ドライブシャルの奇跡をもう一度。こんだけ、ドライブシャルの奇跡を。あー。それでもまだドキッとする。ドキッとするね。おおー、来たー来たー、うわーすげーオーメンズイレブンゲームチャンネル。Bだ。今すぐ戦うとか。あれ、ガリシュサービスが。いいね。金になった。おお、月見。月見だ。ビビった。ビビった。月見欲しいのになんでそっち行っちゃうかな。来るかな。え、これもう来ないでしょう。来ないよな。私は来ないよな。うわー、月見来たー。まあね、白猫テニスだったら嬉しい虹スターあるんですけど、うん、こっちではね、ただ数だいぶ減ってきたからね。100個残しとく。100個残そっか。そうなんだよね。だから俺もね、何やかんやで、ね、次のガチャ来た時がやばいから。いや、俺だって、なんで俺じゃあんだろう。700個も。わかんない。俺、多分3人の中で一番早く全てを消化してると思うんだよね。ダメだ。ああ、まあ。あ、月見！お、来た。見して。今、月見タイプだよ。タイプ。あ、マジで今、月見タイム。これ、ウリさん。ウリさん、月見タイム。今、ほら、二人とも月見出たから。ほら、早く。マジで。早く。月見？今、月見出たから、今。月見タイプ。月見タイム。早く。月見タイプ。乗り込んだ！月見タイム。今、月見タイム。くる。じゃん。すごい！月見タイム、やばっ！え？嘘でしょ？すごい！月見タイム！